はい、今日は6月8日、あと10分で午前9時です。うちの畑の入り口の道ですね。ここはコンクリしてるんでそんなにないんですけど、で その辺もちょっとアスファルト採石をちょっと置いてるんでそんなにないんですけど、これから先が結構草だらけになってるんで、ちょっと今から草刈りをしようと思ってます。うちの親父たちはもう草刈りを使えないんで、年を取ってですね、はい、そういうのをやっとく必要があるんですね。はい、今からそういう作業をやろうと思ってます。はい、畑の通路というか道路の草刈りを一応終わりました。そっちの方はもう買ってません。今度梅雨明けしてから刈ろうかなと思ってます。そっちはね、ここにキウイがあるんですけど、ちょっと撤荷しなきゃいけないようになりすぎですね、これちょっと撤荷しなきゃこれは大きくならないでしょう、おそらく。まあ、ちょっと私の植えたんじゃないんで親父に言ってみようかね。なりすぎだから撤荷した方がいいぞってはい、去年巻いたのか、去年だったかな、もう落とすになるのかな。ごぼうも掘らないままのようです。結局こんな風になってしまうんですよね、自分たちだけでできるわけないくせに働きに行った方がいいとかじゃないか。はい、ここの通路も一応向こうに行くための、ここは通り道にしてるんですよね。で、あの辺に、何だったっけあれ、ちょっといろいろ植えてるんですけど、あ、くるみだったかな、なかなかならないというか、あ、栗の木もあったか、あんまり大きくなりすぎてるんで、ちょっと上を切ってやった方がいいんじゃないかなと思ってますけど、まあ、で、下は日が入らないんで、下はあんまり草が生えてないんで、そのままにしてます。はい、まあここも結構あの辺はもう日陰になって草が生えなくなってきたんで、あんまり、草刈り必要はないようになってきましたね、この杉林は。ただ結構細いのがあるんで間伐する必要はあるんですけどね、うん、はい、ということで、次の場所に移動します。次の草刈り場所に来ました。港の町があそこに見えてる畑ですね。我が家ではここを火山灰と呼んでいます。火山灰ですね、火山の灰、灰、そういう字を書くようですけど、どうしてそういうように呼んでるかちょっと由来は分かりませんが、この辺まで火山灰が阿蘇山の火山灰が飛んできたのかなはい、そういうことでちょっと、普通はあそこに軽トラを置いてこう通ってくるんですけど、お袋はちょっとそういう そこの下に止めてこう登ってくるかもしれませんから、ちょっとこの辺向こうにビワの木があるんですよね。でも草ぼうぼうで行けないとかなんとか言ってたんで、ちょっとそういう草刈りを今からしたいと思います。今、10時半ぐらいだったですね、今。はい。ちょっと、だから、この草刈りをしたらもう午前中は終了でしょうね。はい。ということで、作業を始めます。はい。作業は全部終わってませんけど、ちょっと面白いのをというか、こういうやつですね。こういうのをもう、イノシシがうろついた後ですね。あ、この辺だけかな、この辺も
あ、そうか、草、草っていうか、あれを、なんでわからなくなったかな。この辺もだいぶそういう風な感じになってたんですよね、それの、しまったか。この辺、草が全然生えてないでしょ、はい。おそらくこの辺も、この辺か知らないけど、ぬた場がないからこの辺で寝転がって、ぬた場代わりにしてるんじゃないかなと思ってるんですけど。あとこれですね、これ。これは完全な獣道ですね。で、イノシシみたいな大型動物が通るとこんな感じになります。はい。ね。結構、こういうのがいっぱい生えててですね、ここ。こういうのを切ったらだいぶスッキリになりました。で、ここにも実が1本、2本あるんですけど、結構、これはまあまあ、いい梅のようですね。我が家の梅はちょっと調子悪かったんですけど、はい、でも結構、向こう切り倒したし、あれなんで、量は少ないようですけど、はい。ということで、ちょっとこういうのがあったんで、撮影してみました。だいたい終わりました。こんな感じですね。こんな感じ。と下も、まあ、そこからあの辺まで。で、もうちょい買ってたんですけど、草刈り機の刃がちょっと緩んだような感覚があったので、もうやめました。時間ももう11時半になりますし、まあ、ちょうどいい時間じゃないかなということで。なかなか今からはじゃんじゃん草が生えるんで草刈りが大変なんですよね。よいしょ。よいしょ、よいしょ。この辺もこういうやつはイノシシの足跡ですね。我が家のユンボも草の中に入ってます再生ラジエーターっていうのがあるんでサイズを測ってそういうのを買おうかなっても思ってますけど、まあ、とにかくそれをちょっとちゃんと動くようにせんとちょっとなかなかですねエンジンは大丈夫なんでラジエーターさえちゃんとすればですねオーバーヒートしなくなれば、はい、そういうことで、こんな感じで、作業、あそこの一番先に見えてる、ちょっと黄色く見えてますかね、ブツブツ。あれが我が家のビワですね。この辺ちょっと合います。あ、さっきもちょっと映ったか、感じですね。こっちから見ると、こんな感じです。自然に、ちょっとこっち側にも見えますよね、ビワ。自然に増えてきてるんですよね。だからそういうのをなるべく切らないようにそのまま残すようにしてます。はい、撮影は終わります。